玄海灘から見た糸島半島糸島半島は、福岡県北西部玄海灘に突出した半島である。福岡市西区今宿と糸島市カフリを境界にして、突出した部分を指す。和伊地川や雷山川の堆積物によって、北部の島所部分と南部の雷山山海がつながった、ものである。クリップ、糸島半島付近の地形図二見ヶ浦の目音岩や、北海岸東部が、 福岡市西区、西部、南部が糸島市の地域となる。玄界灘に面した沿岸一帯は玄界国定公園に指定されている。白車聖章の松原が広がり、生の松原やヌサの松原がある。他にも三大玄武道とも歌われる悪タや大門や、日本の渚さ百選、日本の夕日百選に選ばれた、二見ヶ浦など継承地が多い。NHK 大河ドラマ、 工場と木舟のロケも行われた。大山山海に連なる半島は100メートルから300メートル級の山があり、筑紫富士とも呼ばれるカナリ山や火山、麹岳,岳、立石山、名田山、美沙門山などがある。地質は旧紀加工岩類。糸島半島一帯は古代の糸国があった場所とされる。かつては万葉集や和名将に糸とも表記された。 遺跡も多く存在し、とりわけ、糸国については、糸島市平原遺跡を含む曽根遺跡群や三雲、茨城遺跡群が、その所在地だとされる。弥生時代になると随場地川と河原川からの、沖積土が、デルタ地帯として伸びていたが、まだ北部は、島として取り残されていた。志差と白の間は、満潮時には、海面となり、干潮時には、干潟となる状況が、 中世まで残っていた。北部には、縄文、弥生時代から、人々が住んでいたが、水田耕作には、恵まれた土地ではなかったが、漁業には適した土地であった。志等の史跡簿は、弥生前期から中期にかけてのものであり、夕がら魔生石族が出土している。石ヶ崎の亀館墓も、ほぼ同時期のものである。また、旧伊都島工場敷地内湿度のいたつ通式の、 亀館から、細型銅剣一口出土している。元岡会席群からは、製鉄路が密集する大規模な製鉄遺構や、大宝元年の年号が書かれた木管、珍しい表体系土器などが出土している。糸島半島から随売地川を挟んだ、高祖山に、かつて存在したとされる、糸城は、俗に本紀において、天平商法8年から神後慶運2年にかけて、 築城された中国式城塞である。また、筑紫館と、唐、白木などを行き交う船の寄港地として、東白が位置づけられた。中世には原稿に際して、博多湾に面する現在の長浜海岸に、原稿防類が築かれた。江戸時代になると、今津干潟及び泉川河口は、干拓が進められた。幕末には、野村望東にが、岸港から、 沖合の姫島へ流された。1898年には、糸島半島付近で、マグニチュード6.0の糸島地震が発生しており、現在の福岡市西部から糸島市周辺に被害をもたらしている。2005年3月20日には、福岡県西方沖地震が発生し、糸島市で震度6弱を記録した。大消費地への近接性から、野菜、果樹、 夏季の栽培が盛ん。海沿いでは沿岸漁業や養殖業など漁業が盛んで漁港が多数ある。農業漁業ともに共同組合は福岡と糸島で異なる。畜産業、乳製品、生園なども行われる。近年は福岡都市圏の拡大や JR 九州地区肥線の複線化、福岡前丸有料道路の開通などによって糸島市などで 宅地開発が著しい。2005年には九州大学の糸キャンパスが開かれ、将来は箱崎六本松キャンパスの設備、組織が移転する予定である。なお、この糸キャンパス開発調査の際に、元お解析が発見された。糸島半島は、福岡都市圏近郊の地の利を生かし、海水浴や遊魚が盛んで、KBC オーガスタゴルフが開催される。 アクタヤゴルフクラブをはじめとしたゴルフ場など観光開発も進んでいる。ロケーションを生かして別荘やリゾートマンションも開発される。二見ヶ浦はサーフィンの名所としても知られ、アクタヤ大門の洞窟に入る遊覧船はアクタヤ漁港から出発する。福岡都市圏近郊からマイカーで巡りつつ、当地の魚や牡蠣や野菜を食すという日帰り観光地でもある。 ありがとうございます。